こんな時に繁盛してんのはうちくらいのもんだろうね。せやろな。姉ちゃん、見た顔やな。あなた、戦車でバリケード壊した人でしょ。そうかそうか、あん時やな。それにしても、あなた、顔広すぎない？今度はどういうご関係？そこの桐生はな、わしの腕をこないしおった男や。え？勘違いすんなや。別に恨み事やない。正々堂々やりおうた喧嘩の結果やさかい。ただ、そん頃はわしも荒れとった。組織を破門にされた途端、わしの首狙う連中がわんさか群がってきよってな。みんな、わしを恨んどった連中へ。その頃だったね、ゴーダ君がここに来たのは。そうや。周り中敵だらけやったさかい。この腕に銃でも仕込んだれ思てな。そしたらこの親父、頼まれもせんでこんなごっついもん仕込みよった。ふん。それ見てな。わしゃ、こんなんで誰撃つつもりやったんやって。なんや、目覚めた。わしがこんなことにでもならなきゃ、一生使うこともなかったろうけどね。そやな。桐生、わしもあんたも、極道から足を洗った身や。せやけど、二階堂はわしの弟分やった男や。けじめは、つけさせてもらうつもりやで。俺は、遥かを助けに来ただけだ。あんたにけじめをつけてもらう必要はねえ。なんや変わらんの、あんたは。俺だ、桐生、二階堂のヤサが分かった。どこだ。何のことはねえ、ミレニアムタワーだ。その最上階に居やがった。はるかは？お嬢ちゃんも DD も一緒だ。花屋、恩に切る。次からはきっちり金払いよ。ふん、ああ。ミレニアムタワー？そうだ、奴らはその最上階にいる。キリュウ、抜かりはないんか。鉄、いや二階堂もわしらが来ることは織り込み済みのはずやで。キリュウさん。ん？少しお時間をいただけませんか。お渡ししたいものが。決して後悔はさせません。わかった。だ。なるならなるで、さっさとゾンビになったらええのに。どうなっとんねん。ああ？そうや、デトックスや。ゾンビの毒全部出し切ったらどないや。やったるわ、コンクラビアで。お待たせしました。すごい、これって。お役に立ちますかな。ああ、私の方のお代は登場会につけさせていただきます。
踏んだくってやってくれ。いよいよね、アサギ。お前はここに残るんだ。え？こっから先はな、わしらの戦いなんや。でも、キリュウ、足引っ張んなや。行くぜ。キリュウ、やつは普通やないで、キリュウ。普通じゃねえのはこっちもだ。そうやったわ。踊れの目的は何なんや。目的？二階堂と内野こそこそやっとるやろ。それならまずお身内の二階堂さんと話されるのが筋でしょう。わざわざ私をつけてきたのは二階堂さんが怖いから。アホ抜かせ。わしの方が兄貴分じゃ。縦社会で下に追い越されるのってどこの国でも悲劇ですよね。話をそらすんやない。こっちもな、我が武器商人いうとこまでは掴んどんのじゃ。だとしたら、わしんとこは今そないな戦争抱えとらん。ほな二階堂はなんで我みたいなもんに用があんのんじゃ。踊れら何企んどんねん。
それについてはやはりあちらからお聞きいただいた方がいい。林さん、同じ組打ちだろうが人のしのぎに口出すのはまずいんちゃいまっか。二階堂。でもちょうどよかった。あなたのような骨のある男を探していたんです。構いませんね。何さらすんじゃ。タナトス、ギリシャ神話の死を司る神です。苦痛はありませんよ。ただ受け入れればいいんです。甘美な死を。死ほどの男が。そうですか。お二人が手組んであるんやったら林なんぞには任意重すぎますわな。二階堂、桐生さん、こうして言葉を交わすんは初めてですわ。お顔はよーく存じておりましたがね。おう、その子を話せ、鉄。そしたらお仕置きやさかいな。まあ、ええやろ。ほれ、おっちゃんとこ行き。えらい素直やな。そりゃまあ、あんたはわしの目標やったお人ですから。決して手の届かん目標やった。そらそうや。ただの人間が竜なんて化け物相手にそんなん大それた話ですわ。せやけど今目の前におるんはその抜け殻のただのボンクラや。今日はえらいおしゃべりやな、鉄。来やすいで。ゴーダ！わしはゴーダ龍二をこないにした登場会を桐生一馬を見過ごせんかった。桐生さん、わしは話したこともないあんたを殺したいほど憎んどる。せやけど殺すだけでは足りん。まずは目の前で一番大事なもん奪ったる。ハルカ、走れ。キリュウ、もう大丈夫だ、ハルカ。うん。
よく頑張ったな。二階堂、てめえは言葉で言ってわかるやつじゃねえ。それに俺ももう言葉で済ますつもりはねえ。お見事です。負けましたわ。乾杯や。せやけどあんたらはやっぱりそうやないとあかん。寝ぼけたこと言わんと。年貢の納め時や。言い残すことは？わしに死ぬ覚悟はないとでも？我何年わしのこと見てきたんや。こうだ。こっちは鼻から命がけや。命がけで。わしゃあんたに惚れとったんや。とんだ迷惑や。撃てや。兄貴に撃たれるんなら本望ですわ。鉄。ああ悪いけど私の方にはまだ切り札があるんだ。何やと？我そんなもん。何やこれは。タナトスだよ。新型のね。鉄。おじさん、あの人が。お前も。よくやってくれたよ、二階堂は。彼のおかげでタナトスはまた改良された。この数日貴重なデータが山ほど取れたからね。てめえは何を。信じないだろうけどタナトスに感染するのは全然悪夢なんかじゃない。むしろ最高に幸せなことなんだ。タナトスの原子となった菌は動物の体液を媒介にして広がっていく。でもその一番の特徴はね、宿主の脳内に大量のエンドルフィン、つまり脳内麻薬を分泌させることにあるんだ。こいつは気持ちいい。なんやエロ、気持ちいい。宿主はその身もだえするような幸福感を他の者と分かち合おうとするようになる。タナトスがそうさせるんだ。自分たちの種を広く残すためにね。そしてそれはどこまでも広がっていく。魅惑的で蜜のような甘美な死がね。さあ二階堂、君の大好きなその二人にも甘美な死を与えてやるんだ。Thank you.
りゃすごい。二階堂はよほど君らのことが好きらしい。おい、キリュウ。無事。キリュウ、鉄を二階堂を止めたってくれ。観念したらどうや。もう逃げられへん。殺すのかい、私を。八つ裂きにしても飽き足らない。そんなに悪いことかな。
だってこの世界はさ、大部分の人間にとって生きるのは辛いようにできているんだ。でもこのタナトスの感染者は極上の幸福感に包まれながら死ねるんだよ。幸福で安らかな死とただただ過酷な人生、どちらがいいかなんて選ぶまでもない。大して報われもしない人生、そんなものに汗をかくなんて滑稽でさえあるよ。私も仕事柄悲惨な人間は山ほど見てきた。だけど君らにはその辺が分かっていない。分かってねえのはてめえの方だ。そうかな。人生は過酷だ。そんなことてめえに言われるまでもね。生きるってのは全力でそれぞれの人生に立ち向かうことだ。お前はなぜそれを滑稽と笑う？なぜ笑うかって、おかしいからだよ。おかしくて仕方ないじゃないか。笑えねえよ。お前と一緒に笑ってくれるやつなんてどこにもいやしねえ。綺麗事だよ。所詮人間は楽な方に逃げたがる生き物なんだ。休んだ方が楽、楽した方が得、そう思い込んでる連中はどういうわけか、そいつを大声で叫ぶ。仲間を増やしたがる。だが俺たちは立ち止まらない。そして全力で生きて戦い抜いて、最後に死ぬ時が来たらこう言うんだ。生きててよかったってな。まあそういう理屈もあるだろうね。桐生一馬、二階堂が君にご出身だったのもわかる気がするよ。ふさげ。いいんだ。アホ抜かせ。奴をやるのは俺たちの役目じゃない。最後やな。
行くぞ。くそ、何だってんだ。見りゃ分かるだろう。こいつはゾンビ。え、ゾンビやない。ゾンビやないで。やっぱ効くのー、カムロ町のサウナは。いや、でもその目。よっしゃ。そやった、わし花粉症やったわ。しっかしあん時はもうダメやと思ったで。いや、なに。くそが。わしな、ゾンビになってしもたかもしれん。
初めて歩いた真暗な小道、自分を信じて歩いてく、あなたの心に伝えたい想いが私の夢になってた。あなた違う。